と会津の侍です。芦名さんの会津以来の家来ですね、はいはい、で非常にこうなんか武士らしい、本当に武士らしい武士で、三度は、主君が病気で亡くなった時、はい、腹切ってですね、はい、後追って殉死した人もいますし、あ、侍の身を傷つけられたってんで、殿様寵愛の故障を切り殺してね、浪人したり、ずいぶんこう直上傾向と申しますか、まあ、そういうような雰囲気がこの屋敷にも漂っているんですね。なるほどね。ここは角の立てではこう最高の価格なんですが、うん、はい、さっきのね、河原でくるかなんか、これから石黒家向こうにありますけど、はい、随分質素です。そうですね、かやぶきですか、屋根、これは板ぶき、ね、板ぶきっていうんですか、板ぶきっていう屋根なんだね。だからそういう、とにかく殿様のために一生懸命尽くす、自分がいい生活したいなんて、そのことは全く考えないで、本当の武士らしい武士ということはでしょうかね。昨日もね、芦名一門の墓地があったんです、あそこには殉死者の墓がある両側、その一人がこの山島の、ね、この方ですね、うん、でここもこちらが正面玄関で、自分より身分の高い方しか出入りできない。で普通はこちらから出入りするんですね。あ、この、うん、小さいところですね。そちらも閉じられておりますから、はいはい、それから門もですね、はい、普通は正面の大きな扉は閉じられております。出入りは横のくぐり門から出入りです。あ、くぐり門ありますね、小さいのね。この前辰丸清兵衛という映画をご覧になりました。ここでは宮沢礼さんのうちになりまして、いや、あ、ここがそういうんですか。ロケーションが行っております。その次も正面の真田広之と宮沢礼でしたよね、確かね、閉められておりましたね。ここから出入りしてたでしょう。あ、そうですか。で向こうにこれから行きますけど、はい、かやぶきの小さい家があるんです、はいはい、そこが最後に血統に乗り込んでいくところですね。上流というね。ちょっとここに入ってみます。はい、頭気をつけてくださいね。はい。